はいえと本日はですね、えー、と経験者向けの、えー、来年度ですね、えー、来年度の経験者向けの、えー、梅田港でやる、えー、講座について私が担当いたすものについて、えー、ご説明させていただきます。えー、とまあカタログがですね、えー、今年度はちょっと映し出しますけども。 えーまああちょっと大きいですねすいませんこういう感じですかね、えー、こういう感じで、まあ、私が、えー、ちょっとここに映っているんですけども私のが梅田港でやる講義ですよね、えー、で、えー、と大きく分けて、まあ、2コースあるんですけども実践力完成講座とそれから、えー、解放習得講座ですね でまあ、それぞれに担当論文というのがあるわけなんですが私は解保修得講座の担当および論文両方を私が梅田校で生講義を行うということになっております。はいえー、とちなみにですねあの解保修篤講座の担当と論文をですね、えー、同じ先生がやる しかも生講義で、まあ同じ先生がやるっていうだけでも、えー、私だけなんですけども、それをさらに生講義でやるということになっておりますので、えー、まあ非常にオリジナリティはオリジナリティがあの何ですか、えー、特殊な状態かなというふうに思います。えー、と担当と論文を一緒にやるということはもうそれだけで同じ先生がやるということは え同じ講師ですね同じ講師がやるっていうことはそれだけでまあ担当の講座の中で論文的な側面を説明しそしてえ論文の講座の中で担当的な視野で説明しということでもしそれを両方聞かれる方がいらっしゃると、えー、まあおのずと詳しく例えば担当で聞いて まあちょっと薄く再度論文で聞いてということでまあ理解も進むんではないのかなというふうに思います。まずそれが一点特徴ですね。そしてまず私のスタイルを説明させていただきたいと思います。私ですねどうもにになってすぐに レッグの方でえ講師をさせていただいておりますのでまあ約そろそろ10年ぐらいになるのかなというふうに思いますけどもえーまあホームページにも出ていますけどね恥ずかしいんですけどねあの各講師それぞれ何て言うんですかねキャッチコピーというかえそういうようなものがついてますよねあの見ていただいたらわかると思います。 で、私の、えところに行くと、私の、え講師、岡本講師の、えところには、脱丸暗記、ないし、脱丸暗記依存というふうなものが書かれていると思います。で、これですね、また、あの講師さんをウォッチしてないので分かって、わからないんですけども、え少なくとも私の場合は、えレックで講師を始めた、まあおよそ10年ぐらい前ですね、から、 一貫して全く変えてませんそこはね最初から「脱丸暗記」です「脱丸暗記」ということでやっておりますでこれ何で私が最初からそのように、まあ、私が受験生の立場からこうやってここでですね皆さんに教える立場に変わらせていただいた時にですねなんで最初に「脱丸暗記」っていうのをボーンと歌いたかったかっていうと私自身が「 えー、ベルシー受験生まあ、えー、約2年やったんですけどねあのその間ですね覚えるのが非常に苦痛だったで大体の先生は、えー「ここは重要だから覚えてくださいね」って言います。でもっと言えば、えー、膨大な条文や審査基準や判例や いいろいろなものから基本書を含めてですね含めてまあ本もですよ含めてそこから最低限こんだけをやれば合格できるよっていうふうに最低限の情報に絞って提供しているんだからそれぐらいは覚えてよっていうのがスタンスあの背景にあるんですね大前提として。なのでまあ講師もついつい簡単に覚えてよって言っちゃうんですね。だけど いくら最小限に絞って頂い,いてても私の少なくとも私の頭では覚えることは難しかったで私はもともと理系ですんでやっぱり考えるっていうことに、えー、どうしてもそういう思考が働く癖がありますので、えー、覚えるんではなくてなんでこの条文は存在するんだろうと。 いうことを考えるようになったんですね。理屈が分かれば自然に内容は頭の中に入ってきますよね。多分想像できると思います。でなので私は暗記はやめましょうという,ふうに言ってます。だって私の受験生の時代も暗記はしてませんでした。常になぜっていうこれなぜっていうのは私講義中によく使うんですけどもこれなぜですかねっていうふうに。 受験生じゃなくて、えー、と受講生ですか受講生に、えー、考えてもらう癖をつけてもらいたいんですが「な、え、ぜ、ー、なぜ?なぜ」というふうに聞いて間を置いてから答えを言うと理由をね理由を言うというふうにしてます。であのー、もちろん最終的には試験の場でね常々なぜだろうなぜだろうって考えてたら時間内に間に合わないですよね。 だけどなぜって考えながら学習することによって自然に記憶として定着しますすなわち覚えようと思って記憶に記憶として定着させるよりもはるかに楽です理解しながら後から自然についてくる記憶の定着の方がですねそれを意識 けててやってるのののが私の最大の特徴だっていうことになりますで担当が非常に細かい、えー、数年前にですね担当が非常に細かいところを聞くようになって劇的に難化したというふうに言われた時代言われて、まあ、数年経ちますけどもそれ以降ですね徐々に、まあ、他の先生方も、えー、理解することが大事だみたいな言葉を、えー 発する方も増えてきておりますけども、まあそれはそれで私は増えるかもかなというふうに思ってます。いい時代になってきたかなというふうに思います。本来の姿ですよね。で、私はまあ最初から言っていたということなんですね。はい。で、あのなぜ 条文一個一個について、なぜって考える。その癖は、まあ条文の記憶の定着っていうのにも、非常に大事なわけなんですけれども。それだけではないんですね。論文にも生かされるんです。すなわち論述ですよね。事例問題。ですからね。まあ一行問題も出ますが。その時に。えー、今まで聞かれたことないような論点を聞かれたときに。 なぜっていうふうなことを考える、えー、思考力を養うことに非常に役立つんですね。また担当においても、えー、記憶がポーンって飛んじゃってしまったあるいは意表をいた問題が出たときに、えー、丸暗記に依存している人はもうそこででお手上げですねだけど記憶、えー、なぜを考えている人はその場で「 現場ででで突破できるんですよね反応できるっていうことですね。反応できるっていうことです。あの一例を言いますとね、えー、ちょうどいい一例が去年あったんですけども去年の論文の商標ですね本紙です本紙の論文で、えー、判例が間接的に聞かれたように見えます。それは えまあご存知の方もご存じのない方もいらっしゃると思いますけどもエマック読むとエマックス字で書くとアルファベットで書くとーマックスですね ABCDE に最大のマックスですねエマックスエマックス事件っていうのがあります。で A 何を明らかに MAX 事件を聞いてるなっていうふうに思われるんですね思われるんですでですねちょっと面白いストーリーがあったのでご説明させていただきますと私はその論文を見た時に「ああ MAX 事件いきなり出てるな」あ「実は MAX 事件っていうのはその年さが昨年一昨年ぐらいに交際あちゃうわ 昨年の頭ぐらいかに最高裁それから一昨年に高裁の判決が出てるっていう感じのものなのでおとといきなり出してきたなというまあだから少なくとも最高裁の判決は見ずに試験問題を作,ってると作ってるんじゃないのかなという、まあ、その可能性があるわけですけどもいきなり出してきたなという,う印象は持ちました。で呼んでですね「ん?」と思ったんですね。 少なくとも最高裁の判決はもしかしたら見て、えー、出る前に試験問題作られている可能性はあるんだけども、まあ、最高裁が出ている以上最高裁との比較で考えていくのがまあいいですよね試験の時にはもう出てるわけですからでその時に違和感を感じたんですねで MAX 事件というのはどういうものかっていったらいわゆる特許法の 104条の3ですわ。商標で聞いて、聞いてますけども、順用する特許法104条の3。えー、すなわち権利無効の公弁ですね。権利無効の公弁です。で、従来から権利無効の公弁っていうのは、裁判所の方で自主的に権利の有効性を判断するっていう、 ことこですよね、まあ、キルビー判決を元にして条文化されたっていうことですよね。でなので、まあ、キルビー判決はちょっと文言が明らかっていう言葉が抜けてますけども1 4 0の3っていうのは審判で無効にされるべきものと認められる時はっていうふうに1 4 0の3ってお手元に条文がない方あとで見てくださいね私今ちょっと1 4 0の3見ますけどもえー、っと。 そうですね。審判により無効にされるべきものと認められるときは、点々点で権利行使をすることができないというふうになっているわけです。で、これに対して従来から、じゃあ除籍期間、商標ですからね、商標の場合除籍期間ありますよね。除籍期間経過したらどうなんのというのは、まあ論点としてあったわけです。で、少数説として、 えー、104条の3をそのまま使えるんだと。あるいは、大元になったキルビー孔弁、まあキルビー判決ですね。いわゆるキルビー孔弁って言われているものを使うんだと。えー、いうふうなのが小,数小数説としてありました。だけど、それはちょっと無理があるかなと。少なくとも条文だったら、む、えー、無効理由があったときはではなくて、審判において、 向こうとされるべき時はなんですねされないじゃないですか助性期間経過してるんだからなので条文を、えー、適用するのは難しいとで大本のキルビー公弁も明らか無効っていうふうなことを言ってますけどもその趣旨から考えたらやっぱり難しいんじゃないかなっていうのがまあ思われますなので少数説って言われてるわけですねでその後にじゃあ単の説に何があるかって言ったらいわゆるポパイ説 まあ私が勝手にポパイ説って言ってるんですけど著作権のポパイっていうのがありますよね。で、えっと、それを著作権の、えー、許諾を帯びて、えー、ポパイを T シャツにやって、えー、あネクタイやったかなちょっとや,やってで権利行使を受けたと商標権で権利行使を受けたと。これは権利乱用だと。正当にそれは何でかって言ったら正当に使用できる人間に対して 権利行使をするっていうことは権利の乱用だっていうふうに言ったわけですよね。であともう一つは一般的な権利乱用ですわ。一般的な権利乱用の中の一つの一体系として正当な使用権者に対する権利行使っていうのはポパイ類型ですね。ポパイ類型があるっていうことなんですね。そういうふうにまず分かれてたわけです。そして MAX っていうのは実は。 4条1 41項15未登録周知商標の過誤登録だったんですね。で誤登録で登録された人が未登録周知権者に権利行使をしたっていう簡単に言えばもっと複雑なんですけども簡単に言えばそういう場面なんです。そして5年間過ぎてますっていうことなんですね。すなわち4条1項15の を無効してはもうう無効ににはできなないいいという状態になっているとでそれに対して最高裁は、えー、差し戻したんであの自判はしていないんですけども、えー、それはなぜかっていうと周知性がもうそもそも41降11号に該当したのかどうかっていう判断がされていないっていうことなのでね、えー、差し戻したんですけども仮に41以15号に該当したとすればそれは本来正当に使用していたものに対して 逆に権利を受けることができなかったものが権利行使をするっていうのはこれはダメだと。まあ、どちらかというとポパイ類型に近い判決を出したっていうことなんですね。で、論文の本紙は何やったかっていうと昨年のね、は、まあ、同じような形で8条なんですね。無効理由が。すなわち4条1項11号ですわ。4条1項11号の 洗顔者に対して抗がんが4条1項11項違反を見過ごした加護登録になっていると。すなわち無効理由で言ったら8条1項違反だっていうことですね。そして除雪期間が過ぎているっていうことですわ。え、問題文には何も書いてないですよ。問題文には何も書いてないです。8条1項で無効理由とかっていうのはね。だけど、えー、弁考えられる抗弁を述べよっていうので、 一番最初のレックの模範解答にエマックス事件を拾ってきて4条1項1一号まあごめんなさい4条一項十号ですねエマックスはそれにを4条1項1号に置き換えるまあ無効流だから8条1項に置き換えるという形で模範解答を書いたわけですよ。すなわち書いていない第には書いていないんだけども考えられる答弁として えー、これ本件が41個11号の加護登録すなわち81個の無効理由があったとするして、えー、で権利行使されている側が洗顔者として権利を保有しているものであったならば許されないっていうふうになってるわけですねレックの模範回答は。だけど事例問題では明らかにその方は 使用してていいるる権利行使をされている対象の商標は出願していいる内容ではないんですよ出願しているものをそのまま使っているんならそもそも権利乱用運と関係ないですよね洗顔者なんですからね登録使用の登録商標使用の公弁使ってもいいし相手方は無効だって堂々と言えばいいわけですよ。そんなややこまどろっこしい公弁する必要はないわけですね。 で私はこれはおかしいっていうふうに昨年の、えー、論文リサーチの時に解説したんですね。この模範解答はおかしいと。勇、ま、気、あ、が言いりましたけどね。だってレックの模範解答ですから。えー、ここで、えー、解説したわけですよ。おかしいと。で、これは、えー、書くんであれば、えー、いろいろな一般的な権利乱用を えー、類推できるような拾える文言があるからそれをもん拾った上で一般的な権利乱用として書く,んでは書くならいいけどもあたかも m x 事件を単純に置き換えたような論文はあまりにも知拙すぎるというふうに言ったわけですねまさしくこれなんですよ考えていない人っていうのは普段から考えていない人っていうのはあこの判例だでもこの判例は何条だ あこれを何時に置き換えたらいいんだすなわちこの判例の射程とかこの判例の趣旨いいっていうものを全く理解してずに覚えてるだけなんですねだからそういう思考になっちゃうんですよ悲しいかなレックの模範回答もそうだった今は変わってます私があのここで批判したからかどうか分かりませんけども私のような回答に変わってますだけど一発目はそうなんですね そこを言いたいたわけです、ね、でこれがちょうど面白い面白いって面白いって言うとちょっとすいませんレックにも申し訳ないし私レックですからねあの申し訳なくて、まあ、自虐的な話になるわけなんですが、まあ、そういうことがあったということで非常にまあ私のその講義の特徴をあるいはがすみません学習方法ですね私が唱える学習方法をの如実に 示した例かなと思っててご紹介させていただきました最後まとめますけども私は、えー、まず担当と論文を両方一緒にりりまますすなのでシナジーがあります先ほど言いましたそしてかつ、えー、理解することに重点を置きます理解することに重点を置きますだから皆さんになぜと問いかけますまあ,あの聞いたりはあまりしないと思いますけども考える癖をつけてもらいますそういう学習にご興味を持たれる方はぜひ 梅田校にお越しくださいそして私は受講後質問はエンドレスで受けますエンドレスで受けますとことん付き合いますんで、えー、皆さんと一緒に、えー、合格を目指したいと思いますのでぜひ梅田」でお会いしましょう、はい、では私からの、えー、受講の説明はこれで終わりますお疲れ様でした。